も皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方向けの前髪のセット方法についてご紹介します。年齢を重ねてくるとやっぱりね、アイラインが描きにくくなったりとか、あと目尻のシワ、目の下のくすみが気になってくる方って結構多いかと思います。今回は目元を明るく魅力的に見せるスタイリング方法をご紹介します。で、今回のね、前髪の長さっていうのは、だいたい目ラインのギリギリぐらいがベストかと思います。このぐらいの長さだとね、より目力アップしますので、それとプラスこのスタイリング方法で魅力的になります。なので、目元でお悩みの方、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず前髪の根元をスプレーヤーで濡らしていきます。ちょっと吹きかけたら、根元の方にね、もう馴染ませるような感じで全体に行き渡るようにしておいてください。で、次に前髪の流す方向を決めます。今回はこの右側から左側に流すような状態で前髪を作っていきます。なので、一番最初は左から右に向かって乾かすようにしていきます。次に反対側からも乾かしていきます。乾かした後に根元にボリューム感が出るような感じになれば OK です。次に櫛で全体的に溶かしていきます。で、前髪をだいたい半分に分け取って、こんな感じで上下に割ります。マジックカラーを使っていきます。まず表面の髪の毛を櫛で溶かして、少しね、立ち上げながらカラーを巻いていきます。で、残りの下の部分も同様に櫛で溶かしてカラーを巻いていきます。で、この時に毛先がしっかりと巻き込めているかを確認しながら巻いてみてください。で、この状態でドライヤーで温めていきます。表面を触って温まってたら、次に冷ましていきます。では冷めたら外していきます。こんな感じで、ここがボリュームが出て、ここが丸みが出てる状態、こんな感じになっていれば OK です。では次に溶かして形を整えていきます。右から左に流していくので、このまま溶かしながらそっちの方向に流していきます。溶かして形を整えていくんですけど、ポイント的にはここの隙間が、三角の隙間があると、よりバランスがよく前髪が見えます。で、そして目の上、この前髪が目のギリギリのラインで、あとはこの三角の抜け感があると目力が出て若々しい前髪になります。はい、ということでこんな感じでやってみました。で、今回はね、マジックカラーでスタイリングしたんですけど、ブローが得意な方だったらブローで同じようにやっていただければ綺麗になりますので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。